はい、どうもです。今回はですね、こちら、コクハンアラっていう食材ですね。いやー、ちょっと買っちゃいましたね。20.4kg あります。このサイズのコクハンアラが島で上がるのはもう年に1回あるかないかぐらいで、もう即買いでしたね。まあ僕のチャンネルでもですね、まあ4キロ5キロぐらいのはね、何度かさばいたことあるんですけども、20キロはね、初めてです。どんな味がするんでしょうね、ということでですね、早速観察していきましょう。はい、こちらがコクハンアラですね。ちょっとね、画角に映りきんないわ。スジアラっていうね、沖縄三大高級魚の一つの魚とよく似てるんですけども、スジアラはね、大きくなっても10キロもなんないんですけど、コクハンアラはね、結構大きくなって最大25キロぐらいになりますね。まあ、この赤い見た目に青い斑点があるのが特徴的で、スジアラと違うのはここですね。ヒレが黒いんですよ。これがねコクハンアラの特徴で、ここはね言っても分かんないと思うんですけど、コクハンアラはねスジアラよりね斑点の間隔が広いです。なんとなく見たら分かりますね。お腹がねなんか結構パンパンなんですけど、これがね内臓脂肪だったら最高なんですけど、おそらく空気ですね。これがね水中銃ついた後ですね。こんぐらいのサイズだとね水中銃大体おられるんですけど、上げられるんですよね。うん、すごいですよ。僕はこんなんついたことないんですけど。はい、ということでですね、解体していくんですけども、まあ、正直なところ内臓とエラだけ取り出して熟成させていきたいんですけど、ちょっとねでかすぎて冷蔵庫入んないんで、今日はですね2枚おろしまでして骨付きの状態でね熟成していこうかなと思います。1週間やりましょう。それではやっていきましょう。今日はすき引きでいきます。すき引きでいくんで、ヒレを外していきましょう。かてー1枚目。フグのヒレとかさ、こうやってペタッて貼り付けといてさ、ヒレ酒にするんでしょ。もう俺ヒレ酒好きじゃないから使わないんだけどね。で、次、ここ、腹びれ。うっ硬い。よいしょ。2つ目も切っていきましょう。3枚目。で、これ尻びれいきましょう。ひっくり返します。よいしょ。重いぞ。よいしょ。で、背びれですね。待てよ。いしょ、ラスト残ってんじゃん。ここを切って終わりですね。胸びれが一番硬いか。 OK。 はい、それではすき引きしていきましょう。めちゃくちゃカメラから遠いね。じゃあいきますね。あ、へえ、切れやすいな。まあこんな感じで、すき引きをやっていきます。なんか他の魚ってもっとグッて丸くなってるんで、もうちょい小さい幅で、鱗をすき引きできるんですけど、これね、すごい幅になる。ああ、でもね、この魚は、鱗がすごいね、柔らかいんで、すき引きしやすいのかな？切ってる感じはすごく気持ちいいですね。しやすくはないですけど。ほら、薄い、鱗が。さて、今日も早送りかな。でもそろそろ早送りになるはず。で、このお腹側はね、結構皮が薄くて難しいんですよね。結構下行きがちなんで、皆さん気をつけてくださいね。で、かつ包丁をすっごい斜めに入れないといけないんで、それもね、難しいんですよ。あ、下行った気がする。セーフ。最近ようやくね、下行った瞬間に気づけるようになったよ。行きそうになった瞬間か、下に。で、特にね、このお腹が難しいです。本当に角度ね、90度なんでね。ちょっとね、これ座らないとね、やられないから。おー、難しい。これはね、ちょっとね、出した方がいいんですよ。難しいな。で、ここはね、ちょっと立ててやります。無理じゃないか。このね、端っこはね、ある程度すき引きだと無理なんですよね。角度的に包丁が入んないっていうか。よし、型が終わったんで反対側いきましょう。よいしょ。さて、こっち側もうね、ゴリゴリ早送りいきましょうか。多分20秒ぐらいで終わるはず。
やっちゃったね。包丁がね、切れなくなってきてるんだよね。うん、言い訳です。ちょっともう隙引きできないぐらいね、切れ味悪くなったんで研ぎました。あーでもね、ちょっとね、難しいかも。あー無理かも。あーやだー。あ、無理だわこれ、むずすぎる。あーなるほど、理解してきたぞ。これは切れ味の問題ではないですね。力の入れ具合の問題ですね。もう全く下に力入れたらダメ、置くだけ。あ、なるほどなるほどなるほど。はい、今僕は一歩成長しました。ほらね、あー完全にコツ使いましたね。なるほどね、この力の入れ具合か。これはむずいわ。尻尾の部位とお腹で全く包丁の入れ方が違う。はい、それではですね、鱗落とし終わったんですけども、バリむずいね。ちょっとね、なかなかむずかったわ、うん、まあただ俺は成長したから、うん、俺はここでね成長しました。ということで、まあ、隙引きだとね、ヒレの周りが鱗落としきれないんで、そこのね、鱗落としていきます。まあ、ここはね、隙引きじゃ無理なもんですね。結局、家が汚れます。床がすごいことになってきてる。まあ、掃除って汚すためにやるもんだから。来たる汚すべき日を待つために掃除してるから。で、これね、しっかり取っておきましょうね。包丁入れる場所なんで。もうこれ鱗取らなくてもね、さばけなくはないんですけど、身にね、鱗がついちゃうんですよね。あれ出していきましょう。はい、それでは綺麗にしたところでですね、お腹を開いていきましょう。俺の予想はね、空気です。多分ですけど、ここ入れた瞬間にプシュってなります。さて、開いていきましょう。内臓脂肪、ワンちゃんの内臓脂肪来てください。いきます。はい、やっぱり空気やな。いや、内臓脂肪が見えたぞ。お、少しだけ内臓脂肪乗ってる。ここ硬いんでハサミでいきます。内臓脂肪乗ってる、珍しいな。南国で乗ってるって結構珍しいですよ。で、こんぐらいね、大きい魚になると内臓がね、膜で覆われるんですね。普通ね、魚ってこういう膜でね、覆われてないんですけど、ほら見て、膜で全部つながってます。胃袋とかもね、何か入ってるかもね。なんでこんな空気がすごいんだ。ここが浮き袋ですね。潰しています。潰れましたね。ちょっとね、ここ重たいわ。さて、取り出していきましょう。ちょっとね、お腹持っててもらってます。おお、手にうんこがついて臭いです。臭い手はすぐに洗った方がいいですね。魚に匂いが移るんで。おお、すごい。はい、内臓はこんな感じですね。ほら、全部つながってるんですよ、膜で。で、これが胆のうですね。すごい大きいでしょ。これね、肉食の魚はね、結構ね、胆のうが大きいんですよ。油とかをね、消化する酵素出すんで、草食のよりはね、肉食の方がね、大きいんですね。で、白いギトギトのが内臓脂肪。この赤黒いの、これはね、脾臓です。で、これが肝臓。で、シガテラ毒は肝臓食べると非常に当たりやすいんでね、食べないようにした方がいいです。多分美味しいと思うんですけどね。で、これが、あ、胃袋なんか入ってるぞ、これ多分。こういう魚はね、意外とハリセンボンの骨が出てくること多いですね。そしてここ心臓がありますね。結構大きいね、コクハラの心臓は。さて、胃袋開封してみましょう。なんか入ってる気がするけど、入ってない気もする。あれ、予想通りな気が。え、はぁ、鱗だ。この鱗はブダイ系の鱗ですね。あー、でもこれだけじゃちょっとわかんないな。ブダイ系の魚食べてますよ。くっさ。はい、ということで、お腹の中はこんな感じですね。で、これ心臓ね、ちょっと美味しそうなんで、指で食べましょう。指で、結構新鮮なんでね、食べてみようと。ごめんな、みんな飯テロで。
全然美味しくない。続けていきましょう。はい、それではですね、エラを取っていきましょう。いや、心臓とかね、あんまりハズレはないんですけど、稀に見るハズレでしたね。くっさいレバーって感じだった。よいしょ、引きちぎりましょう。オッケー。はい、そしたらね、お腹の中きれいにしていきます。このね、膜を取って、キネちゃんに傷を入れて、サラで洗い流していきます。はい、それでは、綺麗になりましたということですね。ここから頭を落としていきましょう。ここにね、ボコってなったらみんな見えるかな？ここね、すごい硬そうな骨あるんで、多分ここで止まりますよ。いきます。ほらね、入んないんだよ、包丁。ここにも骨入ってんだよね。あ、切れた。で、真ん中まで行ったら反対側行きましょう。よいしょ、よいしょ。で、落としていきます。でかいな。骨そんな硬くないですね。なんかこのザクってやったらね、全然切れますね。で、なんかここにね、硬い骨があるんで、ハサミでいきましょう。よし、切れた。よし、切れた。で、あとね、背骨を立っていきます。で、ここ背骨関節があるんで、関節に包丁入れていきます。硬えな。よし、オッケー。はい、ようやくね、頭と尻尾外し終わりました。これね、頭もめちゃくちゃ美味しそうなんで、これ釜焼きとかにしようかな。気が向いたら動画にします。それではですね、ようやく胴体だけになったんですけど、これ尻尾邪魔なんで、尻尾を切り落としていきます。まあ、ここをなくすだけで20センチぐらいね、短くなるんでね、すぐは包丁入れていきましょう。よいしょ。で、切ってこっち側も切ると。で、背骨もね、ついでに切っちゃいましょう。クハラそんな骨硬くないですね。でかっ。はい、ではこっから下ろしていくんですけど、もうこっち側ね、こんだけすき引き失敗しちゃうと熟成ね、厳しいんで、こっちね、普通に下ろしていきます。はい、それでは下ろしていきます。これちょっとね、包丁が短すぎる気がするけど、とりあえずこれでいってみます。皮目に切り込み入れまして、身がね、重たいですね。俺はね、今見やすいようにこうやって持ち上げてやってますけど、持ち上げると身割れするんで、持ち上げない方がいいです。反対側いきましょう。はい、で、反対側もやっていきます。まあ、腹骨硬くてね、包丁で立てないんで、ハサミで切っていきます。よいしょ。やっぱ20キロオーバーになるとね、血が滲むんですよね。どうしても血管が大きくなるからなんでしょうかね。オッケー。で、こっち熟成できないんでね、友達にね、配りに行こうかなと思います。ではこちらをですね、熟成していくんですけども、なるべくね、水分を取っておきます。水分がですね、結構ね、腐りやすくなるね、要因の一つなんで、なるべく水分を取っておきましょう。まあ、今回ね、1週間ぐらいやるんで、まあ、熟成後何回かね、キッチンペーパー変えたりしますけども、キッチンペーパーを巻いていきます。よいしょ。こうですね。なので、ね、ラップを巻いていきます。なるべく空気に触れないようにね。はい、それではこちらをですね、1週間熟成させていこうと思います。それでは1週間待てるように頑張っていきます。1週間後
はい、それではですね、1週間経ちました。いや、なんとか待ってたね。で、今回触れてなかったんですけど、この魚普通にシガテラに当たる可能性があります。やっぱり南方にいて、肉食で、大型魚は、しっかりとね、シガテラっていう、結構ね、重度な神経毒に当たる可能性があるんですよ。まあ、僕もね、いくら当たったことがあるんですけども、ということでね、配る前に僕毒味したんですよ。1日目ね。一応大丈夫だったんですけど、ちょっとね、臭かったんですよ。1日目でね、油が臭いね、もうなんか下処理とかじゃどうしようもないような。まあ、今回言ってしまえば外れ答え。だったんですけども、この外れ答え熟成したらどうなるのかっていうのね、ちょっと気になったんで今回、ね、押し切っていましたね。正直な話、あんまり期待はできないですね。なんかね、油が臭い個体と臭くない個体がいるんですけど、こいつはしっかり油が臭い個体でしたね。まあそんな感じなんですけども、今日はですね、さばいてしゃぶしゃぶを作っていこうかなと思います。それではですね、早速調理していきましょう。開けていきましょうね。いや、外れ個体とさ、当たり個体の見分け方とかないもんなのかね。やっぱり時期なのかな。いや、でも食べてるものだと思うんだよね。いい感じに水分が飛んでますね。水分が飛ぶとその分旨味が凝縮されるんですよね。よいしょ。ああ、ちょっと匂いがあるわ。はい、こちらがね、1週間熟成のコクハラですね。で、ちょっとある程度長期熟成だったんで、表面に細菌とかがいる可能性があるんでね、水で洗い流していきます。はい、それではね、綺麗にしたんでね、おろしていきましょう。もうだいぶね、感触変わってるよ。重たいな、身が。じゃあこう腹骨ね、切っていきましょう。よいしょ。今日しゃぶしゃぶなんで、こちら背骨もね、使っていきます。はい、それではですね、背骨から出汁を取っていきます。で、これヒレの部分ね、ここら辺は特に匂いがあるんで、この辺ね、落としていきます。ここですね。で、反対側。多分引きちぎれるんじゃないか。無理か。無理だね。まあ、包丁で切れますね、この辺だと。じゃあここ関節に包丁入れていきましょう。これ関節入れてもね、やっぱりね、こんぐらいの大きさになるとね、ある程度硬いですよね。よし。はい、こんなもんでいいでしょう。で、ここからですね、お湯を沸かして霜降りっていう作業をしていきます。セット。はい、それでは霜降りをしていきます。よし、いいですかね。これ臭み成分です。だいぶ色とか出てますよね。で、こっから茹でていきます。普通はね、昆布だしとか使うことが多いんですけども、今日はこちらがだしですね。多いな、量が。よいしょ。じゃあここにですね、長ネギの頭と料理酒、こちらを加えて茹でていきましょう。これでね、出汁を取っていきます。よいしょ。じゃあ着火。これでしばらく出汁を取っていきましょう。はい、それではですね、しゃぶしゃぶの具材を用意していきましょう。白ネギだけです、今日は。まあ薄く切っていきましょうね。はい、じゃあ切り終わったんですけども、これネギ辛みがあるんでね、水でさらしていきましょう。これほどいていきます。ついでにね、ほどいた方がね、やっぱ見栄えがいいですよね。で、ちょっと具材ネギだけって言うたばっかなんですけども、水菜もね、入れていきましょう。あったんでね。いいでしょう。それではですね、しゃぶしゃぶ用に切っていきましょう。とりあえず腹骨落としていきます。硬そうだな。これ
これなぁ、刃物の貼り方が絶妙に取りづらいんだよな。ここで切っちゃいましょう。 OK。 ここまでね、腹骨が入ってて、ここから入ってないんですけど、この境のところがね、グッと谷みたいになっててね、すごいやりづらいんですよね。じゃあ続けていきましょうかね。ちょっとここもついてるね、まだ。よし、はい、それではですね、中骨を落としていきましょう。いや、こういうね、畑の魚はですね、まあ、大きくなればなるほど美味しいっていう言説があるんですけど、まあ、いろんな大きいハタね、食べてきましたけど、正直ね、15キロぐらい超えると大味になりますね。身も筋っぽいですし、ちょっと匂いとかもね、出てきたりするし、食感もね、硬くなりますしね。はい、で、こっちは背中側の身なんですけど、もう大きい肌絶対ここ割れますね。今まで割れんかったことがない。なんかもう元々割れてるぐらいの感じ。これだとね、大きすぎて扱いづらいんで、半分ぐらい切りましょうか。半分に切って、で、これでもまだちょっと、しゃぶしゃぶに使うには大きすぎるということで、ここ、筋があるところでね、切っていきましょうかね。ではですね、この背中のブロック使っていきましょうかね。ちょっとでかいんで、切りましょう。半分ぐらいでいいと思う。じゃあこの背中のね、端っこの身使っていきましょうかね。もう少しね、成形していきましょう。はい、それではですね、皮を引いていきます。まだでかいんだよな、これ。こんぐらいでいいはず。はい、じゃあしゃぶしゃぶ用にね、切っていきましょうね。もうなんか身がすごい崩れるな。ボロボロになるで。頑張ってこれ切れてないけど、すっごいボロボロになる。うわぁ、しゃぶしゃぶするの超難易度高かったもん。全然身が切りつけられない。わかるかな、寿司が大きいからね、身割れしてるんだよね、かなり。もともとこれね、すごい地味で分かりづらいと思うんですけど、本気で難易度高いです。無理ですね、うまく盛り付けられないです。やばいな、これ。うわぁ、いやいや、ちょっと身変えました。あまりにも切れないんで。あー、やばいな。寿司の割れないところをやっていかないとダメなんだね。すいません、これが限界です。むずい。これ以上盛るのがめんどくさいんで、野菜で隠しました。練習しときます。はい、それではラスト、取っていた出汁をこの中に入れます。こちらをね、しゃぶしゃぶに使っていきます。こちらに入れちゃいましょうね。よいしょ。おお、ちょうどいい量。はい、それでは完成しました。いただきましょう。じゃあまずですね、これ野菜を入れていきましょうね。野菜を入れて、ちょっとね、茹でていきましょう。はい、それではですね、野菜が茹だったところで豪快に身を取りまして、ちょっとしゃぶしゃぶしてね、で、ちょっと野菜巻いて、で、ポン酢でいただきましょう。いただきます。いや、めちゃくちゃ美味しいわ。やっぱちょっとね、匂いはあるけど、やっぱ湯引くほどでかなりね、匂いが抑えられて、食感もすごいね、こんぐらい大きいハタはね、硬かったりするんですけど、薄く切ってるんで、苦手を克服しちゃってますね。苦手なんだろう、ちょっと悪いところをね、克服しちゃってますね。これはね、美味しいわ。じゃあちょっと刺身もね、ちょっとせっかくなんで醤油でね、いただいてみましょうかね。まあやっぱ初日から匂いがあるような魚だったから、ちょっと匂いがありますよね。まあでも旨味もすごいし、食感もねすごくいいです。ちょっと香りはありますが、まあ全然許容範囲ではあるね。まあやっぱり10
キロ未満のホクハンアラと比べたらかなりね味は落ちますね。正直別物ですね。実際ね売り値もやっぱりね大きいやつは安いし、ちっちゃいやつはね値段高いんですよ。1キロあたりの値段が大きいやつよりもちっちゃいやつの方が3倍ぐらい高かったりするんですよ。やっぱりちっちゃい方が美味しいですねと。まあでも普通に美味しいけどね。はい、それではごちそうさまでした。まあ今までいろんな魚ね、いろんな巨大魚食べてきたんですけど、コクハーラの20キロクラスはね初めてね食べたんですけども、案外ねちょっと大味ですね。普通に美味しいんだけどね。まあただ高級魚なんで自分の中のハードルが高かったっていうのはやっぱありますね。ということで今回こんな感じで終了させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは